岩橋と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。通販版令和の虎でも話題、寝室と快適さを両立させた寝具で毎日の眠りに最高の体験をお届けするミネルバスリープさんの提供でお送りします。第6チャンネルメンバーシップ募集中です。週1生配信、月1動画コースなどがあります。第6グッズスポンサー券発売中、ベースにて販売中です。今って岩橋さんって拠点はどちらなんですか？拠点は大阪です。あ、だから今日大阪から車で来ていただけたんですか？あ、東京にもまだ車があって、東京で家を売りに出してるんですけど、まだ売れてなくて、 あとまだ嫁子供はこっちなんで離婚したんですけど、はあ、それで一応東京でもたまにお仕事あるんで、その時のために新横浜で月決め借りて車中生活してます。あ、そうなんですね。はい。あ、だからちょっとここ寝れるようになる。だからもう布団とかもうぐちゃぐちゃなんですけど。あ、そうなんですね。本当にこうこのちっちゃい車で生活してます、東京では。そうなんですね。はい。そうなんですよ。あ、すいません。あ、ガッツの、はい、あの東さんの、え、あの直属の後輩というか、あのマジっすか。そうそうなんですよ。だからちょっと今日一応会ってきますって言ったらすげえ喜んでくださって。あ、本当ですか。はいはい。いや、あの人激アツで、もうずっともう絶対僕が吉本でガッツをやるなんてもう無理なんですけど、あの人だけ諦めてなくて、うんうん、絶対なんとかしてあの岩橋をガッツに戻すっていうのをずっと諦めずにやってくれてます、うんうんうん、めっちゃ熱い人です。え、今は岩橋さん、はい、辞められて何ヶ月目ぐらいですか？今もう8ヶ月経ちましたかね。2月は頭ぐらいに辞めたんで、ほうほう、もう本当に、もうすぐで8ヶ月とかそんなんですね、辞めて。そうですか、8ヶ月、はい、もう8ヶ月間フリー生活をやってらっしゃると思いますね。そうですね、はい。どうですか、慣れましたか？一応でもサポートしてくださって、スタッフも、あの素敵なスタッフの方には巡り合わせてお会いして、はあ、でもその人たちがいないともう無理です。本当に完全にパンクしてます。あ、でもやっぱいっぱいオファーが来ます、ね、最初辞めた当初はいっぱい来まして、はあ、それ全部自分でさばいて、はあ、あのなんかギャラ交渉から、うん、あのこの人大丈夫かとか、はあ、でそのいろいろ連絡先とか請求書手で書いたりとかも大変で、はあはあ、もうパンクしてたんですけど、はあ、まあスタッフの人が手伝いましょうかって言ってくれはって、はあ、でそれで今なんとかやらせてもらってます、ね、そうで今じゃあ大阪と東京の2拠点生活みたいな感じ、はい、でももうほぼ関西に帰りました、大阪です、はあ、でこっちはさんまさんのゴルフと、うん、であとジャガー横田さんの YouTube がこのレギュラーで毎月やって、うん、であとまあ娘に会う、うんうん、っていうのでこれを月1回、うん、あの東京に帰ってきてるっていう感じです。あ、で東京に来るルーティンがあるんですね。そうです。はあ。月1回東京に来るっていうことです。はい。あとなんか YouTube とかだと相方に電話しますみたいな動画とあれ。あれ叩かれましたね、めっちゃね。はい。まあ、あれもみんなスタッフとか相談して、まああのまあ。まあ、良くも悪くも、まあ、スタッフは僕サイドの立場で、うん、物事を考えてくれてるんで、あの、まあ、結構そのなんていうんですかね、 ものすごいやっぱ叩かれたんですよね、うん、まあ、あの解散したことに関して、うん、でそれでやっぱりそのこっちはこっちでやることをちゃんとやってるというのを出しときましょうっていう話し合いの中で、で、あれ実はあの金水が電話出たらすごい困ってたんですけど、多分もう出ないっていうのをもう話聞いてたんで、でもこっちはかけてるっていうところは岩橋さん、岩橋さんの立場見せた方がいいって言って、出たら出たで喋ってましたけど、でじゃあそういうのをこっちもやれることやっときましょうかっていう流れ で結果それもすごい叩かれちゃったんですけど、あとまあ仲良かった人とかもそれで去っていったりとかもあったんですけど、そうじゃあそれ以来もうじゃあ肉声での会話はないですか？あ、ないです、ないです、一回もないです。あ、そうですか、はいはい、ないですね。すごいって全くないです。でもじゃあ今ジャガー横田さんの YouTube のレギュラーとかそういうものがあるんですね。そうです。どんな変ですか？あの木下さんが、はいはい、DM くださって、お旦那さんもね、はい、で一回出てもらえませんかということで出させていただいて、はでそれで、まあ、楽しくやらせてもらって、でそこからもう1年間じゃあお願いしますって言ってギャラ先バーンって振り込んでくださって、1年分すげえっす。太っ腹ですね。はい。でもそれで、あ、じゃあもうお願いしますって言って、で交通費はなかったんで、で交通費って出るんですかとかって言っちゃったんですよ、うん、でそれでいや、それはごめんなさい、できないですって。で、木下さんは自分も、そのなんか、その、YouTube で
お金稼ごうと思ってなくて、自分のブランディングというかそういうので、やってて、岩瀬さんのそういうのブランディングのお手伝いできたらいいと思ってやってるんで、つって、あ、もういらんこと言いました、すいません、つって、すごい、親身にいろいろ考えてくださってます。はい。で、大阪では、どういうお仕事を やられてるんですか、はい、大阪では、もう、お祭りの MC とか、結婚式のでネタやったりとか、パチンコ屋さんの営業行ったりとか、あと、まあ、SNS で、なんかそのお店の紹介したりとか、うん、うん、うん。だとまあなんか講演会とかトークライブ YouTube コラボとかまあそういうことをやってます。あ、じゃあもう忙しいですよね。まあ今はもう結構暇になってきちゃってるんですけど、やっぱり辞めたての時もやっぱり注目されてたのかすごいオファーがあったんですけど、まあ今はもう落ち着いてますけどね。あ、そうですか、はい、でもまあ平均月5、6、7、8本ぐらいはそういうお仕事があります。あ、でももう、うん、フリーでやってるわけですもんね。フリーですね、はい。はあ、一人ですね。そっか。あとスタッフの方とね。はい、はあ、いろいろあると思うんですけど、いい面もありますか、フリーやってみて。あ、でも、その、直接お客さんの、なんかこう、温度を感じれるというか、ありがとうございますとか、こんな思いで呼んでくれたんだとか、めっちゃ喜んでくれてるとか、うんうん、そういう吉本時代は間にまで、直接クライアントとやり取りすることが NG だったんで、そのお客さんの温度が分かんなかったんです。吉本からいただくお仕事をやって、うんうん、あ、喜んでましたよとか聞くのはだったんですけど、直接そのオファーしてくれた人とこう話して喜んでくれてるとことか見ることなかったんで、まあそれの良さと、あとやっぱ中抜きがないんで、やっぱギャラも一本、やっぱ吉本時代よりかは単価は高いですね。はい。でも大体チャンネル的にですね、ひたすら今に至るまでこうどうなってきたかっていうのをひたすら聞くっていうのはこのチャンネルの趣旨なんですけど。ああ、全然聞いてください、何でも。はい、今まで岩さん何歳なんですか。もう46です。46歳。はい、出身大阪ですね。の大阪の生まれは旭区で、結局一番長く住んでるのは大阪の片野市っていうところです。片野市、はい、大阪の人でも知らないようなちょっとマニアックなところで、人口7万5000ぐらいのところ で平方って言わないとなんか伝わんない。平パーの横とか言わないと伝わんないと。京都寄りです。あ、で兄弟はいるんですか。それは妹ですね、はい、妹さんが一人で、はいはい、でご両親何されてる方ですか。両親はもう親父はまだ働いてなんか小売業を手伝ってますね。あ、いや当時当時はもう幼少期は日チとかマイカルサティとかその小売ですね。ほうほうほう、はい。でお母さんは何ですか。専業主婦です。あ、主婦されてる。パートしたりしました。あ、うん、どんな子供ですか当時。あ、まあ、やっぱいじめられてましたね、めっちゃ。病気あったんで、チック症がひどくて、小学校2年生ぐらいで発病して、そこから病院連れて行かれて、で中良し学級入るかみたいなのあって、でそこからまあが親が学校に給食食べに来たりとか、なんかお前なんやねん、なんで親来てんねんみたいな、なんか自分でもちょっと止められないチック症というか、あみたいな、あみたいな。ほうほう。だって小学2年生から発病するとかがあるんですか。ありますあります。で小学校の時多いんですよ。小学校ぐらいになる人が100人に1人ぐらいいるんですかね。でそのまま大人になったらほとんど治るんですけど、僕はそのチック障害、虚弱性障害っていう感じで残っちゃって、でトゥレット障害とか、まあ、そういうのが結構ずっと苦しんでますね。今も薬飲んでます、病院通ってます今も。あ、チック障から虚弱性障害に、はい、併発するっていう。なんかその子供の頃はチクショーって言ってたんですけど、まあ結局そのこれ3回触ったらこっちも3回触らないといけないみたいなのがこう支配されるんで、だからそういうのが子供の頃はかって舌とか舐めて、でそれをあと1回で終わりとかそんなレベルだったんですけど、それが大人になっても治らなくて、どんどんこうマニアックになってくる。これ1,2,3で、こっちも 1,2,3 ってやるんですけど、今の 1,2 と3の間の間はこっちの間とは違うなとか、そのマニアックなことになってくると、うんうん、どんどんもう深みにはまっちゃって抜け出せず発狂して壁壊したりとか、朝まで泣いたりとか、もうそんなやばかったです。あ、だから確かに儀式がどんどん増えてくる。儀式がどんどん増えてくる。で一個一個処理しないといけないのに、パソコンの画面がずっと開いてるみたいな感じで、一個一個過去に遡って整理して処理しないといけないのに、その過去のが覚え出せなくて、何を処理するんだったか分からなくなると、じゃあその過去の思い出すのに5時間かかったりとか、でもう汗だくで朝まで寝れないとか、で睡眠薬ぶち込んで寝るとか、もうそういう感じです。はあ、はい。でもその状態で、はい、芸能生活21年コンビ活動されてたってことですか。そうなんです、やっぱきつかったです。やっぱりなんか、ま、相方の迷惑かけてますしね。だからそのやっぱ漫才で人前に立つの怖かったです。やっぱ毎回舞台袖で儀式してやらないと、はい、できなかったし、で、ま、漫才中もわーって出ちゃうんですけど、でそれが笑いに変わったんで、あ、いけるかもとは思ったんですけど、
ずっと隠してましたけどね、やっぱ劣等感すごかった。でもすごいですよね、そのチックショーとかを、うん、あのお笑いに変えた初めての人って言ってもいいぐらいの感じですか。今って YouTuber でも時々いますそういうことをもう、はい、あの公害しながら、はいはい、なんかこういうとこあるんですよとかっていう、はい、だからおさむ師匠とか結構ポップな方の感じで芸に変えてらっしゃる。僕結構死にたくなっちゃうする方なんで、だからそれは、それがすごい嫌だったんですけど、もう我慢できず漏れ出して舞台で出た時に、まあ、結構受けたりとかして、だからそれでもういいやっていう感じになりましたけど。でもそれ大人になってからそうですけど、小学校2年生は確かに小学2年突如発動したな。突如原因わかんないです、わかんない。でも一応親が怖すぎたとかどつかれたとかそんなんで親と喧嘩したり恨んだこともあったんですけど、でもそれで一概にそれは関係ないっていう発表もあって、なんか親にも悪いことしたし、もうなんかいろいろ誰を責めていいのかわかんない。なんかもう本当に変なガチャ引いた感じですね。なんか誰も怒りの矛先がわかんないとか、この不条理というか。ああ、まあ確かにそれって別になりたかったものでもないし、もちろん嫌です。今でもやめたいです。誰かのせいでもないし、でもないし誰も悪くないし、だからもう基本世の中は不公平だなっていうのがベースになります。やっぱりひねくれてます。でもやっぱお父さんとお母さんは割としつけが厳しいとかありますか。まあしつけ厳しかったですね。もちろんまっすぐやっぱ曲がったこととかダメでしたし、やっぱあの結構やっぱりそうですね、厳しい親でどつかれたらもちろんあります。昔の人ってどっちであれば結構、学校の先生もありましたし、まあ、そういう感じで厳しい親でしたけど、まあでも、でもそれ、一瞬その親のせいにした時期もあったんですけど、もう今ではやっぱそれも後悔してるし、親にそう言ったらいけない言葉も言っちゃってるし、だからちょっと後悔はしてますね、それは。はい、発症する前と、した後で、ガラッとこの、学校での立ち位置が変わりましたか。それまでまあ活発でね、楽しかったんですけど、やっぱそこからいじめられるようになって、やっぱ授業中に規制、あーって上げたりとか、はい。で、うるさいって言われても、あーってやめれないんで、で、やっぱいじめられたりとか、で、やっぱ喧嘩したりとか、そんなの増えていきましたね、やっぱり結構。そして友達っていなくなってきましたか？それとも。いなくなります。もう誰も、なんか、もう集団無視されて、で、あの、水道の中になんか消しゴム入れられたりとか、もう、で、あの 靴箱に何かいっぱい何か入れてる、ロッカーに鍵かかってるとか、もうそんなザラですね、やっぱり。学校行かなくなりますか。行きました。それでも、はい、一応学校行きました。一応まあ明るいとこはやっぱ芸人になりたいと思ったんで、明るいとこもあってやっぱそのなんか副会長に立候補して落ちるとかそんなんはしてたんで、まあなんとかやってましたけど、まあでもきつかったですね。小学校 3,4 年生ぐらいの時きつかったですね、ピークで。でもじゃあそれ副会長立候補するとかっていうのはちょっとその頑張って明るくすればそれでなくなるかなっていうか、はい、感覚。それはあんまなかった。もともと地の生活苦がやっぱそういうのがあって、なんか、変なやつだけどそういうのをやりたいっていうのがあって、でなんか引っ越してすぐ立候補して誰も知ってるわけないから落ちて、で1年間過ごして1年間溶け込んで立候補したらその1年前の票より低く落ちるみたいな、むちゃくちゃでしたよ。だからそっか、それ変なやつでした。はい、それじゃあその副会長はちょっと任せづらいなっていう評価になっちゃったんですか。そうですね、やっぱり、はい。でも変なやつだ、おもろいやつだなと言われてましたけど。でもおもろいっていうのも同時にもらってるんですか。もらってましたけど、だからすぐがっかりされましたね。意外と普通だなとか、意外と暗いなみたいな。やっぱそのネガティブな部分出るんで、やっぱりその癖とかやっぱり。思春期で女の子の好きな女の子が目の前になったと股間触っちゃうとか、なんかそういう あえてそういうことやっちゃうんですよね。嫌なことをやっちゃう病気で、はい、そっか。だからあれなんですよね、もう絶対じゃいけないと思えばもうやりたくなっちゃうんでしたっけ。アムロジャックというか、受験とかでも鉛筆全部折ったりとか、答案用紙破ったりとか、マークシートの悪い例で書いたりとか、もうだからそんな勉強もへったくれもないですよ。浪人したけどむちゃくちゃでした本当に。はい、それしか止められないんですもんね、自分で。止められないです。止めようと思ったらどんどん悪さしてドツボはまるんで、本当にもう睡眠薬飲んで寝るとか、なんか本当にお風呂入るとか、てかもう 寝てる瞬間じゃないと頭から消えないんで、もう、ね、なんとか寝れるようにする日々したね。だから、はい、寝てる間だけは大丈夫なんで。それ、はい、中学とかは、はい、その変わらずですか。でもちょっと部活とか入ったりとかして。野球部とか入ってましたけど、まあ、小学校の時はちょっとマシにはなってたと思うんですけど、まあでもやっぱきつかったですね、中学の時も。体ちっちゃかったですし、やっぱり変なとこあったんで、なんかやっぱりなんかあんまりいい思い出がないというか、まあ、いじめられっ子寄りだったんで、明るいいじめられっ子寄りみたいな、なんか弱いちっちゃい、体ちっちゃい、だからもう地元に友達なんかいないですし、なんかいい思い出が何もない。そうですか。
明るいいじめられっ子っていうことで言うと、うん、いじめられてる風だけど、なんか楽しそうにしてるなみたいに見えてる。あ、そう思われてました。でもなんか内心きつかったですね、やっぱ。でも僕もそう振る舞ってましたけど、なんかやっぱ嫌でしたね。それ確かに一番辛いですね、はい、理解されづらいでしょう。そうです、そうです。なんかもう、あの、笑って溶け込んで何にもないふりをしてましたけど、でも傷ついてましたね、内心は。はい。ちなみにそういう学生生活での、はい、楽しみはありましたか、その、なんかその、どういう時間が楽しかったですか、ちなみに。なんか、やっぱお笑い、うん、まあ、癖とか病気がずっと出てるわけじゃないんで、落ち着いてる時は、忘れてる時は忘れてるんで、うんうん、その時にやっぱ、高校の時とか、中学の時とかの友達が結構 お笑い好きな感じで、バカしてる時が一番楽しかったですけどね。あ、はい。そう、金内さんとは、はい。どこの段階で会ってるんですか、はい、あ、高校の2年の時ですかね。黒師匠になりました。はい。はい。なんか中学の時から知ってたんですけど、なんかいるのは。なんか、あいつがピッチャーやってて、野球で、2中と4中で、僕は2中で野球の試合して、なんか、彼につああ見えてピッチャーで、なんか100キャプテンで、みたいな。で、あいつがピッチャーやってて、うちの4番かなんかにデッドボール当てて、爪が割れて血が出て、で、その試合負けてあいつのせいだ、みたいなのを覚えてました。はい、結構定職的っていうか。うん、そうですね。でも、高2の時になんか同じ、クラスになる前か、高1の時に下駄箱で初めて会って喋ったことないのに、面識ないのに、なんか俺たちってもっと仲良くなってもいいよなっていうのを同時で言って、で、それで2年生になって同じクラスになって、そこから仲良くなって2年3年が親友みたいな感じ。一緒に毎昼休みずっと一緒に飯食うみたいな、そんな感じでした。すごいですよ、俺たちってもっと仲良くなってもいいよって。そう、2人とも同時に言ったんですよ。はい、同時に。はい、ちょっと運命めいたものを感じましたね、その時。なんか、はい、ね、青春アニメみたいな。そう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 。なんかね、嘘みたいな話で、これ本物なんですけど。へぇ、はいはい、どういうところが気が合うなと思ってましたか。あ、でもなんか面白かったですね、彼めっちゃ。人のモノマネとかすごいして、めっちゃ面白かったです。あの、自分からどんどん目立ってワーワーするタイプじゃないけど、確実に何かやってってお願いされたら、そのモノマネがむちゃくちゃ面白くて、で、すごい笑かしてもらったし、僕がやることも笑ってくれるし、まあ、仲良かったです。はい。はうん、もじゃあ漫才やってるんですか、その時とかって。あ、その時はでも別のコンビでやってました、僕は。文化祭は。おお、はい。なんかコンビ組むっていう感じのな人というか、面白い人っていう感じで、で、僕は NSC 入る時別の人誘って断られて、金光誘ったんです。あ、そうなんですか。はい。金光さん自身は、はい、お笑い行くつもりはあったんですか。あ、なかったと思います。興味あったと思いますけど。あ、何歳ぐらい誘ったんですか。僕が一浪して大学入って、あいつも一浪して大学入ったんですけど、でそれで4回まで行って、高校卒業して5年目の時に、彼はもう就職決まってて、で僕は全然学校行かなくて、単位が全然なくて、ほんで、あの、大学の在学中に吉本のオーディション受けてたんですよ。でそれで結構いい感じで、あ、向いてるかもなと思って、でもその後やっぱ受からなくて諦めたんだけど、やっぱ最後お笑いの道行きたいと思って、あいつが就職決まったタイミングで声かけたら、就職決ってこっち来ました。へえ、はい。だって高校卒業して5年目ってことは23、4。はい、で遅かったです、当時 NSC の入学の規制の年が24が上限だったんで、当時だからギリギリでした、ね。はい、当時24歳以下っていう条件でした、当時。へえ、はい。ちょっとおっさんみたいな感じで。あ、そうです、だからジャルジャルとか銀シャリとか稽古使ってましたね、僕らに。年が上なんで、当時は。当時の NSC っていうのは、はい、高卒で入ってた方が多いですか。高卒がほとんどです。18歳、19歳の年か。その時の23でもだいぶ大人っすよ。そうなんですよ。しかももうね、一浪してますし、大学4年行ってるんで、はあ、全然年違いましたよね、だから。はい、そうやって言っちゃうと、みんな敬語使われて、気使われてるなって。そうですよ、なんかおじさんみたいな。ほんで、なんかもう、漫才が出来上がってて、その時から、ジャルジャルとか言うには、今のともう当時と何も変わってないって言ってて、へ、だからなんか、すげえおっさんの出来上がった漫才師が入ってきたみたいな感じで、で、なんかすぐ出席で卒業したみたいな感じでしたね。じゃあそれ、ジャルジャルさんとか銀シャリさんを抑えて、はい、1位で卒業してるんですね。ジャルジャルはもう天才的に面白かったんですけど、まだ理解されてなかったです。学校の先生にもチキチキだなとか頭おかしいとか言われてて、それでもあいつら やり続けてたんですよ。あ、まだ世間が認知してないですよ。ついてこれてなかったです。ただ僕はもうめちゃくちゃ面白かった、当時から。あ、もうそれすごすぎて、才能が伝わらないっていうレベルの。はい、すごかったです。へえ。ぶっ飛んでましたよ、これ。で、銀シャリはまだ結成してなかったんで。で、僕らは割とこう王道のおっさんの分かりやすい漫才してたんで、割と評価されて、なんか卒業公演とかで、あの、 MC やったりとか、もう出番が大取りだったりとか、なんかそういう、まあ、出席扱いみたいな感じでした。その時は別にその
チックとかは どういう状況ですか？ ありました。当時からやっぱ薬飲んでやってました、ずっと。ですから、その抑え込む術をこう先生となんか、そうです、やりながら薬飲んで、ずっと精神剤と安定剤をずっと飲み続けてますね、もう30年はあ、はい、じゃあその時のネタ見せだとか、その卒業公演の司会だとかは、はい、もうそういうものを一切出さずに やりきってるんですか？あの、出したら受けるっていうのは、ありのまま出してもいいって分かったのはめっちゃ後の方で、当時はこんなん出すと変なやつって思われるっていう、あの、いじめられた頃からフラッシュバックして、やっぱそれ出せなかったんですよ。だからもう大量に安定剤と抗うつ剤飲んで、で、睡眠いっぱいとって、お風呂ゆっくり入って、それでもまだ直前だったらわーっと襲ってくるんで、それをこうバーッと処理して、で、それでなんとか舞台立ってたって感じですね。はぁ、じゃあもう一瞬も出さずっていうか、封じ込めて、やって。封じ込めて、でも限界になったら舞台袖はけた時にうわーってくるうわーってやって、へえ、でまた何もなかったような感じで出てくるみたいな。それ金光さんは理解してくれてるんですか、その状況？うん、なんか大変、大変やなとか、大変そうやな、きついなって感じですね。うん、はい、そんな感じです。だって今と違って、はい、チック症とか、うん、脅迫性障害みたいな、うん、その精神的なものの理解って進んでない、はい、進んでなかったです、まだ、はい、じゃないですか、はい、だから言って伝わる人っていたのかなみたいな。そうですね、もうこれ説明しても分かってもらえなかった、両親も分かってなかったですし、もう分かる方が難しいですよね。だからそのなんか手をいっぱい洗っちゃうんですとか、確認何回もするんですって言うと分かりやすいんですけど、僕はそれじゃなくて、その人生をぶち壊すっていうことが浮かんじゃって、だからその大事な舞台で漫才噛むとか、うん、M1 の準決勝で、他のネタやりたくなっちゃうとか、包丁見たら指切っちゃうとか、なんかあのスキヤでバイトしてた時とか、深夜でワンオペだって、こうネギをこう回したら刃物がすごい高速回転するやつに指突っ込んで血だらけで接客もできなくなっちゃったりとか、なんかもうそういう病気っすね。だからもうそれがもうやばい、だから死にたいですね。何回も死にたいと思ってて。ああ、そっか。はい。やべえですよ。でもすごいっすね、なんかさ、漫才の舞台で立ってる岩橋さんの裏にそういうことがあるなんて、微塵も想像できないですもんね、みんな。だからもう毎回テレビとかの時全部苦しかったです。もう今から岩橋呼び込まれるっていう5秒前まで、こうやって頭で、あれはこうで、どうだ、ああ、ちょっとこうやって。あれをこうしてこうしてこうなったら本番に集中できへんようになるから、これあでもあもうちょい、あ岩さんお願いしますとかって、あちょっと待ってくださいとかって、あこうでこうなんでこうちょっとこうでどうするどうする、右やるかやるかやらやらやら、お願いします岩さんみたいなで、あすいませんすいませんとかってギリギリ間に合うとか、そんな繰り返しだったんで、もうきつかったですね、やっぱ正直ずっと家で寝たかったです。はあ、はい、それでもすごい戦いですね。漫才とかも仕上がってるし、結構すぐ大阪では売れます。まあすぐ飯は食えましたね、割と。はい。だその普段の寄席とかは割とそのやってはいけないことっていうのが、うん、あの割とハードルが低いんで、普段の寄席とかは割とうまいこと処理して、うん、割と漫才集中できたっていう日々が多かったんで、社内での評価は高かったんですけど、やっぱ M1 とかそういうのになるともうやってはいけないこといっぱい浮かんで、それをこう処理しながら。半分漫才集中して、半分癖の処理をやりながら漫才やってるんで、もう身が入ってないんですよ。かかっちゃったりとか、もうその、だからもう、その M1 とかの舞台終わったらいつも死にたくなってました。もう。はだってあの、準決勝の、あの、敗者復活とかで、はい、どっかの年で2位とかになってる。あ、そうです、そうです。あの、で、あの時だけは、本当に癖が一切出なかったんです。あれが初めてです。最初で最後です、あれが。あの時だけ、もう、金光と喋ってて、もうこれ最後だから自分たちの一番ベタかもしんないけど、一番自分たちの自信あるネタやって終わろうっつったら、スコーンってなって、あの時のネタだけは何にも後悔がないです。あの一本だけです。あとは全てのネタに後悔があります。あの癖が出てるんで。はい。でも気にしない、気にしすぎだって言われるんですけど、それもやっぱ自分の性格ですよね。だから。すぐ食えるようになったっていうのは何年目で食えるようになったんですか？はい、でもバイト4年ぐらい やりましたね、スキヤで。10万もらったらバイト辞めようと思ったんで、10万もらったのが27ぐらいじゃないですかね。おそこから辞めて、あと増えていきました、どんどん。その時って、劇場はどこ、なんていうんですか？ベース吉本です。ああ、だからその、千鳥さんとか。そうです、千鳥さん、笑い飯さん、キリンさんがトップの時のベース吉本ですね。なんか1軍、2軍、3軍ってあるんでしたっけ？ああ、そうです、そうです。で、まあ、3軍と2軍行ったり来たりして、うんうん、
で、まあ、でもなんかナンバーグランド花月で試しで出したら受けたんですよ、なんか じっちゃんばっちゃんに。だからそんなやついないっつって、でなんかベース吉本で若手の一番最初のオーディションに落ちて、その後 NGK の出番に行くみたいな、そんなやついなかったですね。なんか変なタイプでした。だからあ、だって NGK ってかなりハードル高いんですよ、はい、出るの出れないです、なかなか。けどお前ら受けるから出ろやって、だから若手のオーディションで若いお姉ちゃんの前では滑ってはないけど受けても落ちる、うん、でその後オーディションで落ちた足で NGK で行くっていう。あ、いなかった、そんなコンビいなかったと思いますよ。だからそのお笑い好きには刺さんないんですけど、あのそのなんかシュールなこととかマニアックなこととか奇想天外な設定でできないんで、けどあの万人は受けやすするんで NGK とか合ってましたね。はあ、一般ソース。そか、それってちょっとコンビ的な悩みでもあったりする。ありますあります。だからやっぱ羨ましいですよ、シュー、あのセンスのあるネタできる人とか羨ましいし、うんうん、やっぱあのテレビとかで M1 で結果残した人どんどんテレビ出るじゃないですか、うんうん、だからそんなんとかも自分らはそのまあ自分の病気もあっていい結果出せなかったりとかで、そのベタなネタしかできないっていうなんかそのマイナスのイメージが自分に持っちゃってたんで、だからその M1 で結果出してテレビどんどん出てる人を見ると、もう後輩とか見るともうきつくてテレビ消しましたね、ずっと。ああ、はい、そうっすね、はい、え、あのじゃあそのちょっとチックみたいなものを、はい、逆に出した方が笑えるって、はい、どこで気づけましたか。あ、でも我慢できなくなってうわーって叫んだり、なんかそのヘビングとかウォシャビューみたいな、なんかうわーって言うとなんやねんそれみたいな感じで、いやちょっともう病気なんすよとか言ってなんか受けたんですけど、うんうん、でもテレビで逆にそれをばっかりを求められるとそれもしたくないし、難しいですね。だからあ、癖の病気の演技をすごいしてました、テレビとかで。あ、それめちゃくちゃ入り組んでますね。入り組んでるんですよ。だから最初はもう我慢できないからやって、はい、受けた、求められたらじゃあ、はい、頑張ってチックを抑え込んでやってたってことなんですか。そう、チックを抑え込んでチックをやってたんです。でスタッフも、え、これ岩橋さんにチックを出してくださいって言ったら出さないんですよね。で、出すなって言ったらほんまに出さないんですかって、もうスタッフもどうしていいか分かんなくて、で僕もスタッフのオファーで出さないでください、じゃあ出さないでください、いやそれは違うんだけど、出さないはだって言われたらまあ出さないんだけど、出してくださいもやりたくないしとか言って、もうごっちゃごちゃ。それは打ち合わせ難しいですね。難しかった。だからすごい使いにくかったと思います、やっぱり結局。しかもちょっとバラエティスタッフなんてそんなチックショット勉強しないから、そうそうそう、分かんないですよね、確かにね。だからその1日かけてドミノ研究会がドミノ並べて、岩橋さんそれ壊してくださいって言われたんですけど、もうそうなるとなんかもう別に壊したくならないし、でもあーでも壊さないといけないっていうのも分かってるから、鬼人のふりしてわっていくんですけど、え、なんか不自然だったよねとか言って怒られたりとか。ああ、で、次、CM 行く前、あの、狩矢崎翔吾さんの花食ってくださいとか言われて、で、それも食いたくないんですよ、別にそんな。うんうん、そんなんじゃないし、うん。でもその、もう我慢ができないってなってわざと花食うとか、なんかそんなん、だ全然癖とチックとは全く関係ない病気のキャラを演じてましたよね、だから。わあ。だからそれで金稼いでました。だから変な感じでした、だから。自分しか真実を知らないという。だからいかに演者とスタッフと、ディレクター、プロデューサーを騙すかっていうことですよね。はあ、それはそれでやっぱ苦しいですね。苦しいです、はい。で、冷めちゃうじゃないですか、これを知っちゃうと。そのプロデューサーとかは冷めちゃうんで、はい、だからそれは絶対に、もうちょっとそんな言われたら我慢できない、そんな言われたら我慢できない、タコとかっていうのは、全然冷静な自分でやってました。とか、それを使い分けるために睡眠薬とか、そうです。抗うつ剤とか飲むってことですね。飲むその病気を使い分ける商品化するための本当にダメな癖ってもう分かってるんですよ。本当にダメな癖が発動すると誰一人笑えなくて本当に引くし、もう見せれない癖っていっぱいあって、だそれをやっちゃうともう金稼げないんで、だからそっちの本当の部分をガチの薬で抑えながら金になる癖をやってた。なるほど、はい、すごいな。え、昔なんかその島田紳助さんの背中になんかボール投げちゃったとか、はい、だから浜田さんの顔面にここまで、あ、そうです、そうです、はい、あれはガチのヤバいチックですか。あれは紳助さんはあれも事故です。あれは事故です。あ、本当に当てちゃったんです。あれは癖じゃなかったんです。で、今は癖になってビダになってます、笑い話になってますけど、あれは本当に紳助さんしゃがんでくれてるんですけど、思いっきり投げたら下に行っちゃって本当に事故で当たっちゃったんで、癖とか病気何でも関係ないです。あ、じゃあ紳助さんに当てたらやばい、でも当ててえいじゃないですか。それはネタです。はあ、それは後日談です。あと周りが言ったんです。はあ、でそれに乗っかったんです。はあ、あいつ癖出てやったあかんことってやってしまうから、紳助さんの背中にボールぶつけやがった、すげえやばいやつだよなっていうのを周りが言ったんで、それに乗っかったんです。飯食えろと思ったから。はあ、はい、
本当の事故です。浜田さんの方どうですか。浜田さんのやつもちょっとキャラが入ってましたね、やっぱり。あの、自分がなんかそういうキャラっていうのを薄々気づいてて、そういうのを喜んでくれはるっていうのをなんとか分かってたんで、本当にやってはいけない、やってはいけないでやってやったっていうよりかは、こういうことですよねって、面白いのはっていうのはちょっとありました、やっぱり。なるほど。じゃあそれはコントロールチックなんですね。コントロールチックです、はい、はあ。だから芸に昇華されたチックです。でもそれであんだけ笑い取ってのすごいですね。いやだからもう本当に、だから僕は芸人が天職だなとかよく言われますけど、そんなことないですね。あの、本当に自分で引くぐらいの自分の本当に笑いにならない癖を知ってるんで、だから全部その天職って言ってるのは僕のビジネス癖ですね。へー、はい、なるほど。でも本当にじゃあそういう病気がないのかって言ったらめちゃくちゃあります、うんうんうん、あるんだけど、芸能界で生き残っていくためにそれをやっていかないといけない。すごいな、それ。そんなことがあるんですね。そうなんですよね、本当に。いやでもその誰にも言わない自分だけの闇ですよね。だからそれって誰にも言えない。例えばお世話になってる浜田さんとかにも絶対出せないし、それを言うとちょっとやっぱ惹かれるとか、やっぱちょっとそれは、うん、分かってくださってたかもしれないですけど、まあ本当の本当の自分は結局一人ぼっちで、そのもう親とか奥さん子供とか、そんなもうそんな次元じゃないです。その他人に理解してもらえるって次元じゃないです。いや、そうですね。はい。奥さんは、はい、その、チックとか脅迫性障害とかはどれぐらい理解してたものなんですか。まあまあ、その悪口になったら嫌なんですけど、あんま分かってなかったと思いますね、やっぱり。それを連れても無理ないです。分かり得ない。やっぱその、過去にもその、噛み砕いて説明したこともありましたけど、やっぱちょっとしんどそうに、だるそうにされると、もうやっぱ一気に嫌になっちゃうんで。そっか、それをまあ確かにその、まあ他人のこともにそんなに感情移入してそんな深いところまで話聞かないよなと思うと、やっぱりちょっと、いや今自分も何説明してんだろうと思って嫌になっちゃうんで。なるほどね。はいはいはい。そうなんですよ。でも、はい、このいや盗聴っていつ聞くんですか。盗聴っつったら浜田さんに出てこいよってそろそろって言われて、ほんで、まあ、それもあのガキツカのハイテンションザベスト10っていうやつで、なんか僕の頭の中みたいなタイトルで、なんか頭おかしいやつが暴れるみたいなことなんですけど、それも全部演技でやってました。でそれでそれがめっちゃ受けて、でそれでまあ出てこいよってそろそろじゃないかってお話いただいて、で上京したって感じですね。それが2000何年ぐらい。2012年、33歳。でもその、ラスマルさんってなんかその劇場番長とかって言われてましたよね。そうですね。でも東京来てめちゃイケで大怪我して、そっからテレビ全然、江頭さんキラーみたいな感じでテレビ出してもらったんですけど、江頭さんと暴れて人体、前十字人体切って断裂して、リハビリして入院して、でそっからもう、テレビの仕事なくなって、で、漫才しかないわってなって、で、漫才に打ち込んだら、社内で評価上がって、で、別に何も優勝してないんだけど、単価がどんどん上がっていって、飯食えるようになったってことです。あ、盗聴も最初じゃあちょっと飯食えない時期があったんですか。あ、なかったです。もう割とすぐもう劇場でもいただいて、まあ大阪でも40万ぐらいあったんですかね、その時で。そこから東京来たら、まあマネージャーもありがたいことに個人マネージャーつけてもらって、でそこからまあ仕事が、まあ劇場中心に、まあ結構仕事が割とトントン拍子だったような気がしますけど、はい。人体断裂したっていう、はい、ところから、はい、テレビ出れなくなるってのは、その怪我もあってっていうことなのか、それともそれ以降全くオファーが来なくなっちゃったか。あんまかかんなかったですね。やっぱ当時そのいろいろ大きなテレビで大きな事故が続いてて、はい、やっぱりそれ、まあ僕ね、暴露もしましたけど、ちょっとなんか、まあ、そのもみ消し的なこともあって、はい、でなんかまあそのままなんか、あ、結構一回怪我した人って申し訳ないと思われて、テレビに復活したら呼ばれるでっていう話結構聞いてたんで期待してたんですけど、はいはい、あ、それ全然なくて、でめちゃイケのプロデューサー変わった瞬間結構呼ばれて、なんか、あ、そんないろいろあるんだなって、こう大人の世界を、芸能界をちょっとずつ知るというか。僕が怪我した時のプロデューサーはやっぱもみ消したいんで、やっぱあんまり呼びたくなかったんじゃないですか、わかんないですけど。でプロデューサーが変わったら申し訳ないと思ってたんでつって呼びたかったんだよって言ってくれました。へえ、はい。これで呼んでくれるのとかはちょっと嬉しいよ。そうですね、なんか人の心ある人がいて嬉しかったですね。お笑いやっててやっぱ、はい、受ける瞬間とかは、はい、そのそういう苦しみから少し解放されたりしますか。あ、でもします、します。ドーンって受けてる時とか自分に癖がない時っていうのはやっぱり一番その快感あるから続けてるんで、はい、僕もずっと癖があったらもう今ごとっくに死んでますけど、癖がない時とか、お笑いで純粋に自分のパフォーマンスができてめっちゃ受けた時とかの快感知ってるんで生きてますよね。だから、あ、
そっか、それ癖がない、はい、さっき言ったその M1 準決勝のその、はい、あの2位になった時の感じとか、はい、たまにそういう奇跡があるんですよ。癖がなく没頭できる瞬間、トランス状態に入る時があって、その時がたまに訪れるんですよ。それはやっぱなかなかコントロールできないですか。できないです。その時は何にも意識してなくて、例えば5時間ぐらい癖のこと忘れてる時じゃないと、でしかもそういうなんかよっぽど吹っ切れるか、そのままあんまり緊張しない状態でそのまま舞台に出ていくカット、この2つしかないです。ガーって緊張考えるともう癖出るし、なんかそう意識しちゃうともうダメなんで、その意識しないうちにそのままスッと入れば、変なことが頭に脅迫で浮かばないうちに次の舞台に出れるかどうかが勝負ですね。はい。っていうと、岩橋さんにとっての寄席とかってのは結構本領を発揮できるか。あ、そうです、そうです。だから寄席ですごい受けて評価してもらったんです。でギャラが上がったんです、結構。そうか、失敗してもなんか人生が壊れる感じがした。そうです、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 そうです。本当にまさしくその通りです。はぁ、はい。そうか、でもじゃあ賞レースとかじゃなくて、はい、なんか劇場とかで重宝されてるのがなんかすごいしっくりきますね。そうなんですよ。だからもうそう、やっぱ尖ってて、やっぱ賞レースなんかダメだ、意味ない、そんなもん運だとかってすごい尖ってた時期ありましたね。劇場で受けてなんぼだみたいな、そのテレビ芸でやってもしょうがないと、目の前のお客さんを笑かしてなんぼだみたいなことを言わないと自分を保てない時期がありましたね、やっぱ。でもすごいことじゃないですか、その目の前のお客さん、なんか、うん、そっち笑わせるという、その自分がその病気がない時とか集中できててトランス状態に入ってる時とかはって結構やっぱ自分向いてるなと思う瞬間はありましたよね、結構。お笑いに、なんか本当の自分を知ってる人はいないですね、やっぱ。みんなにやっぱ、まあでもみんなそうかもしれないですけどね、本当の自分を知ってる人は、親でも兄弟でもそのいないかもしれないですけど、僕の場合なんかそのそういう病気の面とか一人の苦悩みたいなのは相方にも誰にもやっぱ理解する方が難しいですよ。はい、そうっすね。大変そうだねっていうのは言ってくれますけど、説明する気にもないし、無理だし、長いし、細かいし、マニアックだし、疲れるし。はい、2年に1回ぐらいそういう周期があるっていう話してます。あ、でっかくせですか。はい、あ、ありますね。その2年1回は家の壁破ったりとか。で、まあ今回この暴露になって解散する、暴露するきっかけになったのも、なんかもう寝ずに韓国行ってカジノして、そのまま帰ってきて、やっとの休みでマッサージ行ったらマッサージ中癖がずっと出て、マッサージ執行も集中できなくて、ほんでもうあのお金だけ払って、でもマッサージも受けれないんだと思ったら、もうそれ死にたいってなって、でも死ぬ前に全部言いたいこと言おうと思って暴露始めたんですよね。はあ、なるほど。え、だってでもその前、その年って、はい、プラスマイナスあの髪型漫才大賞とかって、あ、もう絶好調でした。はい、 NGK の看板とかを狙っていけるポジションだったと思うし、でそれでまあ単価も髪型漫才大賞でドーンって上がるんですよ。だからその上がりきる前にもう言ったら、ごめんなさい、病気の人からしたらもうそれって現実世界の二の次で、その手前の病気のところが爆発しちゃうと、そんなところに気が回らないんですよ。だそこ爆発しちゃって、あ、もう死にたいってなって、でそれでもう暴露始めちゃって、ほんで結局みんなの言うこと信じられなくなって、吉本が言うことも信じられなくなって、でそれでもう暴露続けたらもう無期限停止、活動停止ってなって、じゃあやめますってなって、でもうそんな感じだ。え、あのって言うと、うん、髪型漫才大賞もあったじゃないですか。もらいました。勝手に思ったことは、はい、っていうその大きな看板をもらったことを、はい、壊したいってチックが発動したのかなと思ってたんですよ。そっちはね、あんまりなかったんですね。それとも本当になんか適当で偶然で、時と場合によるんですけど、それを潰したいっていうのは今回なかったです。ああ、それじゃあ別に感情として本当にないもので、はいはい、どっちかというとそのもう周期的に訪れるでっかいやつでも、ほんま過去一くらいでかかったやつが来て死にたいってなったんです。だその時ってもうそういう髪型漫才賞をいただいて、これから輝かしい未来があって、漫才で看板になって NGK で取り取るような芸人になっていく、単価も上がるよっていう常識の脳じゃもう無理になってるんで、もうそこ一切考えられない。で金光から電話2回ぐらいかかってます。それももう誰からもあんま分かって、もう出れる状態じゃないし、でもそれでもう吉本にももう、あ、もう一回話し合おうって言われたんですけど、もうちょっともうやめますってなっちゃって、もうそういういろいろ辛かったことも全部バーンってなって、これでもう全部やめれるってなって、もうその現実的なお金の話とかもうそんな余裕なかったですね。もう爆発して病気です。もう無理でした、本当に。はい、そうか、そうですね。うん、あ、でもだからそうか、それその時のその爆発は止めれないですもんね。止めれないです。もうね、無理です。
その前の爆発がもう家の壁ぶちゃもうボコボコにぶち破ったりとかした時だ、もうその時のやっぱ奥さん結婚してましたけど、やっぱ引いちゃってたし、かわいそうな思いさせましたね本当に。だからもうやっぱ迷惑かけちゃうんだなと思って、まあ、相方もそうですし、だからもうちょっと本当に誰かと関わったらいけない人なんだなっていうのは思いますね。やっぱこうやって迷惑かけるんで、でもそのもう攻めようがないというか、もう自分も落としどころがないというか、もうこうなっちゃったもう病気なんで、もうその散々悪口言われてますけど、でももう本当はね、僕もそのもう輝かしい未来があったかもしれないですけど、まあでももうこれは今に始まったことじゃなくて、もうもちろん後悔してる方してるでしょうし、反省してることしてますけど、でももう病気なんでどうしようもできない。だから、うん、本当はずっと家に引きこもっとかないといけない人かもしれないです。やっぱだ、中途半端になんか普通にできることがあってやっちゃってるから期待されてなんか巻き込んじゃうんで、だそういうそういうダークな部分になっていくとまた死にたいってなるっていうだから、ね、うん、いや過去何人かチックショーの取材させていただいたことあるんですけど、はい、出さない方法として、うん、なんか筋トレを頑張ることで、なんかどうにか、なんかもう筋トレしてる時もあの限界の重さを持ってる時ってチック出す余裕が体に出せないってことに気づいて、あ、素晴らしいですねっていう、なんか対処法でやってますとかっていう人とか、はい、まあ、運動はいいって言いますね。でも、はい、もう一人の方はどうしたって言ったから、岩さんの場合それコントロールして、はい、なんだそれで売れたっていうか金になったっていうのが余計苦しみになってます。そうですね、やっぱもうだ結構街とか歩いてると、とかやってくださいと、これやったらダメですといっぱい言われますけど、そんな何にもないもん、全部ビジネスだから。そんな何とも、だから、あ、その不愛想で突っぱねるか、ビジネスでやるかぐらいの。だ本当のやばい癖はもう、とうに死にたいぐらいの癖ってやっぱもう別であるんで、だからもうそれは、ちょっと演じてますよね、だからね。はい、その死にたいぐらいの癖ってのはさっき言った、はい、あの家の壁ぶっ壊しちゃうとかと。ああ、そういうことです。暴れちゃう、もう収集がつかなくって3時間4時間5時間汗だくで癖がどっか行けっつってやるんですけど、もうグーって何パターンものこうもう頭がグヤーってなって、もうそれでグヤーって発狂してもう 暴れちゃう。それは、はい、でも今まで暴行とかそんなんで、あ、ないですないです、人には向けないってことですか。はい、でも彼女どっちだことありますけどね。ああ、はい、今まであります、何回かあります。それはもうそれも迷惑かけてます本当に。そうか、止められちゃうからってことですか。それを止められる、それはもうなんか僕細かい、こういう人って細かいとこ気になって、もう漫才でもすごい細かいとこブワーって言うんですよ、うん、でそれもでそれを言ったことをこの熱でし漫才が面白くなるためにガーって言ってるんですけど、それをせめてチャレンジしてきてくれたらいいんですけど、それを練習してないなってなってくると、やっぱ腹立って失敗するとかするとだんだん嫌になって、向こうもうわーって嫌になったりすると、もう気づいてどついてたことがありましたね。あ、じゃあ金光さんとそういうあれもあったんですか、どついちゃったとか。あります、はい、はそれも本当にもう申し訳ないし、もうだからもう本当に、まあ、当時はねもうコンビだから、あの許されたことだ、コンビの内々のことだから、まあ、許されたことでもあるんですけど、もう今となってはね、もうまあそのコンビで別になったらそんなこともないですけど、利害関係ないから、うん、でもまあその全然知らない人だとかだったら、まあ、そうはならないですか、知らない人だったら。でもそれ許されることじゃないですよね、だからもう迷惑かけてますね。そっか。でもネタってどうやって作ってたんですか。ネタはまああの金光がベースのやつを作ってきて、僕はまあ肉付けしたりするっていう役で。ああ、じゃあこのやり取りをもうちょっとこう膨らませて。そう。それも揉めたりもしましたよ。だからその向こうは俺が骨組み書いてるのに、なんでお前がネタ書いたってなるんだって。私、いや俺はほとんど俺が手加えてんだろうっていう、そういうギスギスもありました。だネタ作成者だってウィキペディアでプラスマイナス見たら金光って書いてたけど、俺もなんで俺をほとんど俺のボケやんけとかって思って、知り合いの詳しい人に言ってウィキペディアのネタ作成者を2人にしてもらったりとかしてました。そういうちっちゃいとこもありますよ。なるほどな、はい、あどんどん孤立していっちゃいます、ね、あもうだから孤独ですね今めっちゃ、吉本辞めて相方いない、奥さんいない、子供は離れて、もうめっちゃめっちゃ孤独っすね、うん、だからもう今その唯一、うん、今お手伝いしてくれてるスタッフさんとかがやっぱり僕の支えというか、うん、そういうのもまあ、 あの完全には難しいかもしれないけど理解してくださって。そうですね、スタッフはもう根性あって、本当に俺をもう一回再生させそうという感じで、うんうん、もう一旗岩橋でなんとかっていう思いで寄ってきてくれてるので、うんうん、結構僕がこう癖が出て暴れたりとか、その自分の言ったことをガンって言っちゃったりとかすると、引いてく人がやっぱいっぱいいたんで、どんどん孤立してたんですけど、うんうん、まあ、今回のスタッフとかはすごい根性あって、もう本当に大事にしたいというか、ありがたい
このありがたい出会いは不幸中の幸いだというか。いや、そうですね。はい。だって、それがなかったと思ったらちょっとゾッとしますよね。ゾッとしますね。もう一人ではもう回んないし、もうパンクしてましたね。本当にもう死んでたかもしれないですね。はい。僕の先輩と一緒にやってたそのガッツ 100% あー楽しかった、一番楽しかったです。芸人やってて一番楽しい瞬間でした。うん、相方に失礼ですけど、うん、でも本当に一番楽しかったですね。はい、あれもやっぱ僕がいなくなって、あ、ちょっとやっぱりブレーキかかったりとか、良さ、まあ、もちろん尾形となる力あるし面白いんですけど、あの3人のバランスが良かったっていうのがこうスタッフとか、あの他の見てるあの視聴者の方からも言われることがあって、僕も本当に楽しかったんで、自分が楽しかったと絶対見てる人も楽しいと思うんですよ。うんうん、だからそう、そんなもまた迷惑かけたなっていうのはありますね。本当にもうまただ、またやっちゃったみたいな。あ、でバンドもやってたんですけど、その自分が筋肉ワン動きするとガッと言っちゃって、それがもうやっぱやめるとか、どんどん一人ぼっち本当に、うん、なんか調和が難しいです。自分の顔を通すのと言うときガッと言っちゃうんで、だからそれがもうどんどん、だからもう奥さんでもそうですよ。ガッと言って喧嘩して、でもう結局離婚されて、もうなんか結局溜めて溜めて癖があって爆発して、人に攻撃でバーって言うと、吉本の件もこうです、そうです、バーって言うと、もうソース感ですから、もうやっぱもう孤立ですよね。もう本当に、だからもう一人で生きてなきゃいけないから、本当にもういろいろ思うことありますね今。まあそんなにあのリラックスした状態っていうんですかね、まあ規制ゼロでできることも、まあ寄せだったら、はい、そうです、そうです、はい、ゼロに近い、限りなく近い。ゼロは本当に M1 の準決勝だけ、敗者復活だけなんで、それ以外はゼロに近い。うん、近い。はい、でもゼロに近いを出せれば、はい、すごくそれで受ければ、こう幸せな状態ってことですね。そうです、そうです。ああ、芸人やっててよかったなと思うし、うん、で、癖が出ちゃって、あんま受けなかった時とすごい落ち込むし、で、癖のせいにしちゃうんですけど、うん、意外と関係ないかもしれないんですけど、もう子供の頃から、この癖を排除しよう、排除しようとすると、逆に悪さするんですけど、それを強調してあるがまま受け入れて、自分の一部として受け入れるっていうのが、まあ、病気を治すやり方なんですけど、うん、そこをなかなかこう排除して排除して、完璧主義なんで、排除すれば悪さするっていうので、地獄の方に悪魔の病気だったんで、だからそうですね、なかなか、その、これも含めた俺っていうのを今でも実践してますけど、なかなか難しい。はい、そうする、はい、本当にそれをコントロールするのが本当の意味では難しいと思います。難しいです。だって小児科でも46でしょ、まだ治ってないんで、今も薬飲み続けて日々葛藤してるんで、まあでも早く なくしたいと思うんですけど、このなくしたいと思う気持ちが排除する動きになって、自分の体の一部なのになくせばこうやっぱくっついてくるんで、だからアルガマも受け止めることですね。これも俺なんだっていう、このリアル癖が出て変な感じになった、それも踏まえて全部俺だっていう風に思えた時に、治るとかじゃなくて共存できるんだと思うんですよ、個性として。でも今まではやっぱ排除して人に当たったりとかしてきたんで、まあ、ちょっと人のせいにしたりとかね、まあ、もうだからもう不条理で自暴自棄で、なんかもうなんだよこの人生はっていうか、ね、世の中ってなんだよみたいな感じがベースにありますよね、やっぱり。なんでこんな感じなんやろうなっていうのは、まあ、確かにそうですね。でも、まあ、その100% 無理だとはおっしゃってましたけど、うん、そのかつての仲間たちとお笑いやりたいっていうのはやっぱあの、まあ、叶わないかもしれないけど、叶うならやりたいですもんね。まあでもそのガッツのメンバーともう一回ガッツテレビでワイワイしガチャガチャするのを やってみたいですけど、うん、まあ、でも吉本に敵作りすぎたし、いろんな人を言っちゃってるんで、もう今更戻れる場所もないし、頭下げたとてっていうことだし、今はちょっともうその吉本戻って頭下げて、相方にも頭下げて漫才して、また、うん、もうちょっとやりすぎましたね、戻れないですね、もうね、うん、まあでも確かにさっき言ったその、ね、岩橋さんの病気を完全に理解するっていうのは、うん、無理なんだっていうのがあるかもしれないですけど、はい、とはいえ今みたいな話全部聞いて仕方のないことだったのかなって本当はなんか思ってほしいよなとかは思っちゃいましたけど、ね、今聞いててそのまあまあまたもうまあそれはどういう寄り添い方がいいのかっていうのはそんなね精神科のプロでもなんでもないんで
ょっと分かんないんですけど、ただもう信用失っちゃってるんで、もうこれ自分でもその制御できないとこでこうなってるんで、だからまあ自分にも責任持てないし自信ないから、やっぱもう戻るの怖いですよね。もうこれ以上人を迷惑かけれないし、なんかなんかもう自分はそういう人と関わるようなこと、でも人と関わらなくなればなるほどまたさらにどんどん孤立しますね、はい、苦しくなってます。だから今はもう本当に吉本で場所離れて、まあ、新しいスタッフと新しい仕事をくれるクライアントの人とか仲間に謙虚に謙虚に行って、まあなんかこう自分が才能があってなんかバンってできることがあるかもしれないですけど、でもそんなんはもうどうでもいいですね。もう本当に人に繋がってもらう、相手してもらう、信用してもらう。で、岩橋のために何かやってやろうって言える人を増やす作業ですね、今、毎日。シャバにいるけど刑務所生活みたいな。なんかそれで、本当に、自分の才能とか、自分の仕事とか、自分の病気とか、それいろいろ前に進んで何かしようと思ったら、そういうのが、そんなんかこう、やっぱ必要で出てくるんですけど、そんなことを云々より、やっぱり、自分もちゃんと人と接すれるように練習していかないといけないし、やっぱりその何でも喋り合って一緒にいても気をつかないような仲間を、まあ小学校中学校頃にみんなクリアしてることかもしれないですけど、そういうことがもう全然できてこなかったんで、やっぱ癖とかあって人から逃げてて人と会いたくなかったですから、ずっとだからそういうのをもう一回やってちょっと人間らしさを取り戻しくのが一番ですよね。でもう最低限のお金があればもうそれでやっていけてっていうことで、そんなも高望みは今ないです、ね。本当普通の人間になりたい。はい。優しさ気まぐれのさよならをいつでもな。